速稼塾の久保です。今日はちょっとアイスクリームについてお話したいと思います。今ね、モーっていうアイスクリームがあるんですけども、これの春バージョンが出てるんですよ。この春バージョンの中には他のアイスクリーム、全部で4種類ですね。4種類目の4つ目は私食べてしまってもうなくなりましたんで、すいません、紹介できませんけども、抹茶とあとね、エチオピアモカコーヒーってのがあるんですよ。で、この4種類の1個ないですけども、4種類のうちに1つだけこのモーのバニラだけがアイスクリームという風な表記がここにされてますよね。他はですね、アイスミルクって書いてるんですよ。同じように見えて違うんですよね。あとね、ラクトアイスっていうのがありまして、全部で4種類アイスのカテゴリーの中にあるんですけども、唯一アイスクリームというものだけがまあいいとされてるらしいんですよね。なんか詳しいことはね、別の解説の方に譲りますけども、私アイスクリームを選ぶときにハーゲンダッツかモー、この2種類のうちのどちらかにいつもしてるんですよ。というのが、アイスクリームとして分類されるのがこの2つぐらいしかね、なかなか見つからないんですよね。他はアイスクリームではなくてアイスミルクであったりラクトアイスだったりするんですよ。で、ラクトアイスっていうのは安くてたくさんね、出てます。大抵アイスを食べに行ってアイスを買うとラクトアイスを買うようになると思うんですよね。あんまり意識してる方もいないと思いますけども、で、私は常にアイスクリームっていうのを選んでるんで、このモーに落ち着くんですけども、このね、モーっていうのはね、すごくね、舌触りが滑らかで本当に美味しいなって思えるアイスクリームなんですよ。まあ冷たいとね、味なんてあんまり分かんなくなってきてしまうんですけども、まあモーかなと思ってモーばっかり食べております。で、この春4種類出て、4種類目がまあ繰り返しになりますけどないんですけども、食べ過ぎちゃって、まあ楽しみだなと思う中で、全部アイスクリームかと思ったら結局このバニラ以外はアイスクリームではなくてアイスミルクということで、次回から買うことはないかなってことですよね。で、買うときは私ね、やっぱ10個単位20個単位で買ってくるんで、多分売り場にはガラガラになってるんですよ。で、私が売り場に行ってガラガラにするもんだから、次の週にはね、ちょっとフェイス数をこう多く取って陳列量を増やしてるんですけども、まあなんせそれほどね、10個単位で買うのって私ぐらいのもんなんで、まあまあちょっとね、ご苦労様でございましたってことでございます。で、とにかくこのアイスクリームのもう私大好きなんで、これからもこればっかりを食べようかと思います。皆さんの好きなアイスは何なのか、コメント欄で教えてください。